ホうマコトツネは、新末民初の革命家、政治家、中国同盟会以来の革命はじめしで、後に、北京政府で、教育総長に就いた。字は成人。明徳師範学校を卒業し、日本に留学して、警察関係の学校で学ぶ。その後、早稲田大学政治経済科を卒業し、中国同盟会に加入した。侵害革命勃発後に帰国して、総教人。 インナ南ジリラと統一共和党を結成して常務幹事となる。さらに国民党が結成されると同党本部分事部主任となった。1913年に衆議院議員に当選する。しかし、総が暗殺され、さらに国会が解散されたため日本へ逃亡した。日本では王子研究会の発起人に名を連ねている。遠政外が皇帝即位を図ると帰国し、 上海で雑誌中華新報を創刊して縁を批判する論人を張った。園生外死後に国会議員として復帰した。しかし、孫文が誤報運動を開始するとこれに参加している。1922年11月、大大将臨時内閣で処理教育総長に任命される。翌年1月の大政定臨時内閣で正式に教育総長となった。 教育総長にあった蔡の法馬ことつは、政府の統制を教育機関に及ぼすため、北京大学学長、蔡玄場に圧力をかけ、これを辞職に追い込むなどした。そのため方は、大学の教授、学生のみならず、世論からも激しい非難を被っている。続く、長少祖内閣を経て、高齢内閣途中の同年9月に、方は辞任した。国民政府時代には、 1938年から1942年まで3期にわたり国民賛政会賛政員に選出された。1943年病没、去年66、ありがとうございます。